露領氏は、中華人民共和国山西省中西部に位置する地球市。山西省の中西部に位置し、雪州市、大元市、進む中市、林墳市に接する。西は、黄河を隔てて、仙西省、西林市に接する。春秋時代、呂領を支配する進むはこの地に、屈優、平良優、中陽優、瓜広市県などを設置していたのが、 最も古い行政区域の記録である。戦国時代、進むが、藩、蝶、義に分裂すると、路領は、蝶の領域となった。真の始皇帝の時、大元軍が設置され、大量、ここし等の県が設置された。大元軍の行政区分は関内まで使用されたが、全125年に、西川軍が分置された際に、呂領も、こちらの管轄となっている。 精神を滅ぼした、郷土の龍縁が一時期、市内の左国城を拠点としていたことがある。北儀の時、また、大元軍に戻った。北儀の東西分裂の後、北西の国立金が万里の長城を作る拠点としていたこともある。随大に、李赤軍、西川軍、大元軍、老藩軍、流仙軍に分割された。東大の修正志向に伴い石州。 川州、室州、嵐州、平州の管轄となった。その後歴代王朝での行政改変が行われたが、土寮が周囲の行政区分に分割される状況は民国まで続いた。土寮が単一の行政区として編成されたのは1971年の土寮地区の設置が初めてである。2004年7月に地球市に昇格し、土寮市が成立した。 一四四九に研究1十県を管轄下に置く狂犬線区分用線区路両地区路両市路両駅のホーム鉄道道路ありがとうございます